始まりますな。北斗神拳と南斗聖拳の戦いが。李白さん、あのレイという方が使う南斗聖拳とは一体？天空に二つの極星あり、それすなわち北斗と南斗。経絡飛行を突き、内部からの破壊を極意とする北斗神拳を陰とするならば、外部から突き入れ全てを破壊する南斗聖拳は陽。その南斗聖拳の中でも最も華麗な技を持つ男、なんと水長拳のレイ。この戦いは壮絶なものになるでしょうな。むごいことをするものです。何のことでしょう？レイさんに胸に七つの傷がある男がエデンにいることを教え、彼がエデンに来るよう仕向けたのはあなたなのでしょう？ユリアさんの従者であるはずのあなたたちにとって、ケンシロウは憎むべき存在なのですか？いずれわかります。貴様が北斗神拳の男か。名は何という？ケンシロウ。俺はなんと水長拳のレイ。これが何かわかるか？いや。最初は純白だった。ウェディング用のケープだ。今では俺が倒した男たちの帰り地ですっかり汚れてしまった。これは妹のアイリが結婚式につけるはずだったもの。こんなご時世だ、いい女ほど高く売れる。俺の留守に村を襲った奴は両親を殺し、アマツさえ幸せをやっとつかもうとしたアイリーを連れ去ったのだ。俺はその男の顔を知らぬ。ただ父が息絶える前に北斗神拳を使う胸に七つの傷のある男とだけ言い残した。答えろケンシロウ。貴様がアイリーをさらったのか？知らん。俺ではない。お前はそう言うだ。だがな、その胸にある七つの傷、その傷がある男を俺はずっと探していた。そして貴様は北斗神拳の使い手、もはや言い逃れはできんぞ。どうやら何を言っても無駄なようだな。いいだろう、かかってこい。だが奥義を尽くさねばこの俺は倒せんぞ。俺はお前を倒さねばならん。
制するは制する。お前はもう死んでいる。飛行優先。行くぞケンシロウ。までだ、レイ。ケンシロウさん、二人が戦う理由はもうありません。うるさい、そこをどけ。あの方を前にしてもまだ戦われると。何？アイリ、アイリ
愛理か。なんてことだ。夢か。生きていたのか愛理。に、兄さん、本当に兄さんなの？愛理、そうだ、俺だ。妹をさらっていたのは別の男だったようです。ケンシロウさんは関係ない。ケンシロウ、俺は過ぎたことだ。それよりもすまない。兄さん。アイリー。